lemon, apple or cherry loving you is so very Elena です。はい。こんにちは。すごいですね。松ぼっくりです。あ、はじめまして、すみません。ノアさんチャンネルディレクターしてますと申します。よろしく。あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫ですよ。そのと申します。よろしくお願いします。すみません。本領にだけあったんちゃうな。ちょっと今緊張してきました。光栄です。すみません。よろしくお願いします。知ってる？りょうちゃんの時だけ社長これりょうさんに写真使っていいですかとか言うねんや。俺の時言わんやんどうって。ハロー。おはようございます。マスクしとかな、またこれ野田さん荷物の中にしまじろうありますね。今見て嘘でしょと思いました。スーツケースに入れてたらよくないですかこれ。スーツケースないよ。あ、今回スーツケース持っていかないのか。これ OK。 一泊はスーツケースいらんな、買ったりじゃないから。あ、おはようございます。今新大阪を買ってるんですけど頼んでいいですか、ランス。なんかあったらちょいちょい見に行っておいてください。確かに今日あれですね。じゃあ、あのノアさんも松本さんもいないから、あ、トミー君に入ってもらうのと、あ、あのレイズの代表の方、うんうんうん、あと統括代表に一応今電話して、はあ、頼むねって。おはようございます。ポンさんまでおんねんけど。いやもうあのカンコレの悪夢が今岡さん今日はあの指はなくさないように。ほんまにごめんちゃーん。指輪が消えてるわ。指輪やば。指輪消えた。おいくら前の指輪消えた。800万。そう、蝶々の指輪見つかってよかったけどね。忘れました。いやあれはもう本当緊張した。Thank you.
はい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 いや、また新幹線乗ってもないのにもう楽しいですね。なんかみんなで遠足みたいな感じ。私たち、ちょっと緊張するから。これ、土井さんこれ全部姫子さんの荷物？いや、あれだ社長と。あ、これ姫の今日の初めての一押しのもの。ああ。お前俺意的に悪いやんけ、自分でも打つわ。意的に悪いやん、もうはめられんやん。今持ってください。脳が一番身軽やんな。志麻さんのために持ってきたようなもん。志麻さん持ってきてるんですか？あるやんな、バレたくない人。あります、あります。バレたくない人とか。ちょっとこのタイミングで聞きたいんですけど、あと2万ぐらいで50万人登録者になるんですよ。どうですか、チャンネル主として。え、まさか自分がそんな YouTuber になると思ってるけど。まあでも、まあ、YouTuber じゃないんでね、うん。キャバクラの動画の密着のお話をいただいて、あと3ヶ月で1年じゃないですか。どうでした、密着されて。いいこともあったし、はい、嫌なこともあった。あ、嫌なこともあった。嫌なことは何がなんですか。普通に営業するのを3倍気に使う、後から動画が上がる前とか。あ、どうやって先に伝えようとか、どうやってフォローしようとか。動画一本で失うものの代償がでかい。あ、確かに。あの、これは使えるかどうか、姫香さんとかマイクつけて、でもいざ席入ったらお客さんが前に外せっていうパターンも結構あったんですよね。ああ、お客さんが聞かれたくないとか。そうですよ、多い。姫香さんもいくつか出てるじゃないですか。ほとんど100万超えてるんですよ。なんか言われたりするんですか。あ、言われます、言われます。何せ YouTube 見たよって。でも孫さんちょっと悪意あるよな、なんか。え、あります、ありますよ。あるよな。もっともっと可愛くしてほしい。姫のことをああやって撮るの孫さんぐらい。でも可愛さを伝えてくれてないから。しかも姫も誕生日そうやん、私も誕生日、全然撮ってほしいとこ撮ってくれへんくて、ね、かっこいいとこ撮ってくれない。今のはめっちゃかっこいい、姫かっこいいだよ。なんか周りばっか撮って、いやでも誰の誕生日かからんな。Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Hey!
も充電 3% とかに見せてくるからさ。何なの YouTube なんかノイが姫がいないすいません、なんか足が浮かなのに。今回14年やってるんですけど、あのこの前カンコレで姫からの画角で怒られました。画角めっちゃ下から撮るんですよ。いよいよ本番です。頑張ります。どんな感じで映ってるんですか、いつもそれ。え、めっちゃ下からじゃないですか。もっと上から可愛く撮ってくださいよ。だから逆に見せてもらったら、こんなとこが撮られてるからもっと上から可愛く。ママもめっちゃひどいで、ボサボサのとことかさ、なんかもう今日愚痴会。もう一回松尾さん炎上せえへんかな。勘違いすんなこら。お前さ、読んだらすぐ来いやな。どうせ何やねんお前。どうせ誰のこんなんすんねん、はい、なあ、お前も勘違いすんなよこれ、はい、僕あの松本さん密着してやっぱ思ったのが、さすが代表だなと思ったんです。あのノアさんのチャンネルで8割が女性なんです、視聴者なんで。8割の女性だから黒服書いて言ってしまうとそんなにあの再生が低いんですよ。なんですけど松本さんのところバーッと100万とかいってるから、さすが代表だなと思いました。思いましたね。ちなみに受かったことってあるんですか。え、それはもうランスにね、新規のお客さんが YouTube 見たで、やっぱり、うん、で、YouTube 見ましたって言って姫ちゃん指名で。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで。で、私は帰り際に写真だけ撮ってありがとうございます。生々しいです、はい、生々しい、生々しい、そういうところもありますし、はい、そういうところを生々しくリアリティと思ってあげますねって初めに言われてたんで、はい、僕らもちゃんと理解はできてますけど、はい、生々しいとこばっかり取りすぎる。なるほど。Turn out.